はい、こんにちは、グリードです。COD 歴17年の僕がマルチプレイヤーの、えー、ランキングをつけたいと思います。まず COD4。こちらの作品から世界的にね、COD のマルチプレイヤーが人口が増え出したので、もうこれはエスティアですね。 次にコールオブデューティ World ー Art ー。こちらの作品は日本で発売されてないので、非常にゲーム自体は面白いんだけど、ちょっと b t アですね。次に COD モダンオ r n w a 2ですね。こちらの作品は売り上げがギネス記録乗ったりとか、非常にね、歴史を変えた作品になります。この COD がね、一番っていうね、アラサー以降の人が多いと思うんですが、まあ今振り返ると、ショットガンとかグレポンとか、武器バランスはめちゃくそだし、 アップデートもされなかったので、完全に思い出補正ですね。まあ、こちら c t アですね。次に、ブラックオプス1ですね。こちらの作品は前作で問題だったね。グレポンとかが非常に弱体化されて、まあ、良くも悪くも薄味な作品になってるので、まあ、BTR ですかね。モダンフェア3。こちらの作品は、まあ、スナイパーが最強なんで、もう STR ですね。 次がブラックオプス2ですね。まあ、こちらの作品から日本では COD 民がね、爆発的に人口が増えたので、まあ、この COD がやっぱり一番黄金来たっていう人が多いかと思うんですが、 昔の COD の方が最高だっていうね、あの思い出補正で時代に取り残されているおじさんたちが多すぎるので、まあ、これはもう D ティアですね。次は COD ゴースト。まあ、こちらの作品非常に日本受け悪かったんですけど、まあ、世界大会面白かったんで A ティアですね。次にアドバンストウォーフェアえ、こちらの作品からブーストゲーになりまして、ブーストゲーについてこれなかった人はクソゲークソゲー言ってるんですけど、まあ、ゲーム自体は非常に面白かったので S ティアですね。え次、ブラックオプス 3. こちらの作品も非常に日本で人気で、まあ、ゲーム自体も非常に面白いんですが、あのガチャシステムが天井なかったり、 とかねあ ガチャで胸武器をね、ゲットしないとね、戦えないようなね、クソゲーだったので、DTR ですね。次、インフィニットオフェア。こちらもね、非常にゲーム自体は、まあまあ面白いんですけど、ぶっちゃけ、ブラックオプス3の焼き直しというか、なんか劣化版みたいな感じになってしまったので、まあ、DTR ですね。ワールドウォース2。僕自身も初めて世界大会に行けた作品で、非常に思い出はあるんですけど、なんかね、終盤にね、謎アップデートで、縦とかね、パラシュートとか、よくわからん、バランス崩壊なアップデートをしたので、DTR ですね。次、ブラックオプス4、BO4 ですね。こちらの作品、 はなんか日本部屋だけ謎にソードフィッシュっていうね超強い武器を使うコンバーターがはびこってたので D ティアですねリブート版モダンオフェアこちらの作品から無料のバトラーウォーゾーンが展開されまして COD は高くて買えないぜって言ってるお金のないおじさんでも COD をプレイすることがねでき始めたのでこれはもう S ティアですね 次、ブラックオプス・コールド・ウォー。こちらのゲームはね、もうほとんどね、BO2 のマップばっかりだったので、まあ実質 BO2 リマスターということで、まあえラン、A ですかね。リブート版モダンフェア2。日本部屋にショットガンが多すぎること以外を除けば、まあ面白かったので A ティアですかね。 次、モダンフェア3。こちらもね、日本部屋にね、縦とショットガンが多すぎること以外は非常に面白いので、まあ、海外部屋に行けば神ゲーなので、エスティアですね。忘れてた。えー、COD、ヴァンガード、進撃の巨人とね、コラボしてリヴァイ兵長がいるので、エスティアですね。